こちらの舞台で歌わせていただけるのは今回2回目でございます。私はこちら手作りの楽器カンカラ三線という秋田の楽器を作りまして、社会風刺の歌、明治大正演歌を歌っております。1曲ご挨拶代わりに東京節、平和節、そして開放節歌わせていただきます。よろしくお願いします。 改めまして、カンカラ三線演歌詞、岡大輔でございます。よろしくお願いいたします。まず最初はですね、この皆様気になると思います。この楽器の説明をちゃんとさせていただきたいと思うんですが、こちらはですね、戦争中に沖縄で生まれたカンカラ三線という楽器でありまして、戦争中に沖縄の方たちが米軍の捕虜になってしまい、物資を全て取り上げられて、楽しみも何もかも奪われてしまった、とても辛い時代に沖縄のある方がですね、 どんなに苦しい時も辛い時も歌が必要だ、音楽が必要だと言って、まずこの木は米軍のベッドの木、壊してからくりとレッグを作りまして、そしてこちら耐久用の缶詰の缶、穴を開けて木を通しまして、そしてこちら弦です。あ、今使ってる弦はちゃんとした三線用の弦です。有楽町の和下ショップで450円で買えるんですが、当時はなんとパラシュートの紐を使ってたという 沖縄の方たちの心の叫びの楽器です。で、まあ、この楽器を使っていると、どうしても沖縄の民謡をですね、リクエストされるんですが、私がこの楽器を使ってやりたいのはですね、沖縄の叫びを使ってやりたいのは、やはり日本の叫び、演歌でございます。演歌といってもですね、皆様が思っている演歌とは違います。今の演歌はですね、演説の歌ではなく、お金儲けの一円二円の演歌なんですね。しかし私はこの缶から一本で全国歌って、本物の演歌を届けます。 次の歌は、ああわからないわからないという明治時代の歌です。しかしこの歌、今歌っても全くおかしくない歌でございます。ではこれが本物の演歌、ああわからないわからない、歌わせていただきます。
力そろえば
ず叫ぶこそ、これぞ侍魂だ、あの日だね。No.